投資資産の営業をしています。何でも売りつけるわけではなく、顧客のために売らないという選択を今はしています。顧客のために売らないという選択をしてるんですね、うん、一方で時期が来た時に信頼をもとにがっちり売れる人と、いい人なんだけどねで終わってしまう人が会社にいます。前者になるためにはどのような行動が必要でしょうか。いい人なんだけどねで終わってしまう人、信頼をもとにがっちり売れる人、よくわかんないですね。なんでいい人なんだけどねで終わってしまうんでしょうか。そこがちょっと謎ですね。僕は損してとこ取りなさいっていうことをよく言うんで、顧客のために売らないという選択、それはもう非常に重要だと思います。顧客がですね、顧客がですね、やっぱりなんか親切だなって思わせるっていうことが最初大事だと思うんですよね。で、その信頼の中でこの人が言うんだったら買いたいねみたいな感じだと思うんですけど、多分いい人なんだけどねで終わってしまう人がいるっていうのは、それは多分社長さんが多分分かってないだけじゃないですかね。おそらく推しが弱いんだと思うんですよ。いい人って言ってもどうだろうな、頼りがいがないっていうところがあるんじゃないでしょうか。おそらく頼りないんじゃないですかね。それだとやっぱり信頼は得れないんですよね。であくまで、提案型であるかどうかっていうのが僕は大事だと思うんですね。例えば顧客のために売らないっていうところで、売らないっていうことをはっきりと顧客に言ってないんじゃないかなっていう気もするんですよ。例えば、お客さんは絶対にこの方がいいんですよ、だからこれは買わなくていいんですよっていうことをちゃんと言ってるかなんですよ。それを言わずに、あ、この人はこれ必要なさそうだな、だから売りませんっていう感じで、その人に伝えずに売ってないだけの人がいるわけですよ。なので、それをちゃんと恩を売ってるかどうか、ここがまず大事ですよね。お客様にはこれは必要ないと思うんですよね、だから買わない方がいいと僕は思ってますっていうことをちゃんと言ってれば、あ、本当にこの人いいものしか勧めないんだっていうことがわかるじゃないですか。ところが、それを言わずにただ売らないだけだったら、それは何にも意味がないんですよね。恩を売れてない状態なんですよ。そういった人っていうのは営業が下手だから、いい人っていうだけで終わるっていう、そういうことだと思うんですよね。なので、提案型であること、あと言い切り、ものをちゃんと言い切れること、こうじゃないとダメだと思いますとか、こういうふうにするべきだと思うんですっていうことをちゃんと言えるかですよね。そこら辺が大事ですね。それで大体こう信頼を勝ち取っていくっていうのが大事なんですよね。